保険って何？保険って何？うん、なんかもらえる。他は例えばあの子を今日誘ったけど断れた時のためにこっち保険かけ、はい、始まりました、はい、始まりました。ポジティブシンキングの浩二と文彦です。お願いします。よろしくお願いします。で今日はね、はい、そもそも、はいはいはい、保険って何なんだっていう話ね。保険について語りますか。たまにはねこういうテーマもいっちゃう、うんうんうん、まずは、うん、保険の歴史について。緊張してるんですよ。保険について語りましょう。保険の歴史についてね、始まりは古代オリエント、紀元前3000年にスタートしたと言われてて、あの時貿易する時に物が返ってこないかもしれないから、うん、その時のためにちょっと保険をかけようっていうのがスタートした。えらい歴史は古いわ。めちゃめちゃ古いね。医療保険のスタートが16世紀、エリザベス1世が作ったと言われてる。当時があのスペインの無敵艦隊があって、イギリスがもう打ち破りたいと。海賊たちにスペインの船を攻撃していいと。うん、その代わりやられて怪我した時はちゃんと私が保証すると。ああ、そういうこと、ね。これが医療保険のスタートって言われてる。で、生命保険のスタートは、ギルドっていうね、中世で組合があって、うん、ギルドっていう組合が、仕事を亡くなった人とかね、死亡して亡くなった方の遺族のために、困らないようにちょっとお金を集めといて、うんうんうん、ギルドっていう組合で、初めて生命保険ができたと言われてます、うん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 。で、日本でもね、この生命保険が普及したのが、日清日露戦争。多くの兵士が向こうで戦死して、残された奥さん、子供のために、生活困らないようにっていう。で生命保険が普及したと言われています、うん、歴史は意外に古いんですよ。長い。そうポイントが2つあって、歴史が古いっていうのともう1個相互扶助の考え方なんですよ。みんなでお金出し合ってっていうところがミソなんですよ、うん、僕が知ってる歴史の話、うん、諸説あります。これ、うんね、諸説ありますんで、うん、調べてそれが真実かどうかなんては確認しないでほしいんですけど、言い訳から諸説あるんですけど、シベリア軍ね、あの、うん、満州とかで、うん、まだ日本が満州とかある時に、うん、第二次世界大戦、そう終戦後にロシア軍がバーッと攻めてきて、うん、ドイツ兵と日本兵がシベリアに抑留されるっていう ね、うん、あるね、歴史的にそういうことがあったんですけど、うん、その時にドイツ兵はあまり飢え死にしなかった、日本兵は数多く飢えに苦しんで死んでしまったと。これに相互扶助が関係していると。毎日パンやなんかもう少ない食料が配給されるんですけど、全て食べないんですよ、ドイツ軍の人たちは。その少しをみんなでこう一つのこう瓶みたいに貯めていく、全部食べずに、そうのパンをここに入れてたんや。そう食べて、じゃあパンがどんどんこう溜まっていって、でネズミに投げてたわけじゃなくてね、そうチュンチュンっつってこれいるこれ絶対ないよ。瓶に溜まったパンをもう誰かが食べる時が来るんですよ。誰か怪我した人なんですよ、うん、怪我した人がためにそうたくさん栄養を取る、みんなのパンを今日は分けれない、溜めといたやつあるよ、どうぞと。そう、それをドイツ軍はやってたから、うん、飢え死にする人が少なかったんや。そうそれが相互扶助ね。そうだからまあみんなを助けるためにやってる、うん、でも自分も怪我した時にはそれに救われる、うんうん、お互い助け合おうよ、個人はみんなのために、うんうん、みんなは個人のために、うんうん、この考えでやっているのが保険と。まあ、その考えってもう日々の生活の中で至るところにあるもんね。特にまあ日本とかね、うん、日本ってね年金って引かれてるやん、給料から厚生年金とか社会保障ね、社会保障ね、うんうん、あれ引かれてる年金って自分がそれこそ仕事できなくなって引退しました、うん、給料ありません、うん、国から老齢年金の形でもらいます、うん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 、あれも働いてる人からお金を集めたお金を受け取るっていう、我々が日々給与から引かれている厚生年金、国民年金でたくさんの定年後の皆さんの生活費に当てていると。国の年金という壺の中にみんなでこうお金を、まあ、そんだけ歴史があって今はこんだけ根付いてるってことは、うん、やっぱ生きていく上でめちゃめちゃ大事なんだっていうことね。だから保険って何なのっていう、相互扶助っていう仕組みと、国自体にもまあ社会保障という形で保険っていうのがあると。それで足りないのは民間の保険で補うって形だもんね。そう、みんなが保険って言うと大体その足りない分を補う民間の保険のことばっかり言ってるんですけど、実は保険っていう言葉自体はこういうことなんだよってね。じゃあ私もこれから毎日、うん、全部パンは食べずに、うん、瓶に置いていこうと思います。あ、大丈夫です、ネズミがね食べちゃうから。保険分かりました？分かりました。保険ちょっとでもご理解いただいた方、分かりやすかったって方はチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもお願いします。